表情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 とは、物事の成績、質、価値、等級などを決定すること、または決定した成績のことである。評価と意味合いが似ているが、表情は様々な評価を総合して、最終的に定めた値踏みというニュアンスで理解するのが適当であろう。表情は3段階、5段階、10段階など、いくつかの段階に分けてつけられるのが、 一般的である。段階を表すには、数字、アルファベット、記号や、これらと共にを組み合わせたり、ダッシュを使用したりするなど場面によって様々であり、また数字やアルファベットは、その場面によってどちらが優等であるかも異なるため、一概に記号のみを見て、表情を理解することは難しい。従って、大概は表情の記号の意味を説明するための表や、 注釈が添付されている。学校における表情は3段階5段階を用いることが多い。教師は学習の様子、宿題、定期考査の結果などを資料として、児童、生徒を評価し、評価した結果を総合して、表情を決定する。公立学校においては、この時の評価資料を評価する方法として2000年頃から絶対評価が用いられている。 表情は学期ごとに通知表に記載されて、児童、生徒や、その保護者に通知されるほか、学年末に指導要録に記録され、保存される。また受験の際の調査書にも記載され、内申点として用いられる。国立教育政策研究所評価基準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資料2011。ありがとうございます。